このページでは月次業務について解説します月次業務は大きく分けて4つありますまず一つ目は月次会計です会計情報を記録して毎月の経営成績を把握します締め切りは特にありませんが毎月経営成績をトラックするのが非常に大事です2つ目に源泉徴収税の納付がありますタイでは 従業員やサービスの提供先に払った源泉徴収税に対して毎月翌月の7日までに税金を支払う必要があります三つ目は社会保険の納付です従業員を雇ってその従業員に対して社会保険を払う場合毎月15日までに社会保険を支払う必要がありますそして最後に VAT の納付です これは日本の消費税に該当する税金ですがこちらについても毎月15日までに支払っていく必要があります。